こんにちは、JTB ロサンゼルスのまゆみです。本日は小林静子さんによるニューメキシコのご案内です。静子さんのプロフィールはこちらです。それではどうぞよろしくお願いいたします。サンタフェの小林静子です。今日はご案内させていただきます。まずサンタフェです。サンタフェはダウンタウンといいます。街の中心があるんですが、ここに毎日です。360日このようなの方が周辺の村々からやってまいりまして電話を出します。ここで買われるとですね、まず税金がかからないんですよ。それに直接皆さんが使われるお金がインディアンの方々に入りますので、できたらインディアンジュエリーはここで買っていただくのを私はおすすめします。サンタフェの街は本当になんだかこう遊園地の中に入ったような感じがするような街でして、建物はテリトリアルスタイルって言われているものとプエブロリバイバルスタイルって言われているもののこの2種類がほとんどです。これとっても綺麗な街なんですね。ギャラリーだけで街の中だけでも200軒以上あります。でここの、サンタフェの中心になっているのがこれセントフランシス大聖堂って言います。1800年後半にレーミー司教の指導のもとに作られた建物なんですけれども、これですね、なんだかサンタフェには全然合わないロマネスク調の建築なんですよ。でも色調合ってると思いませんか？どうしてかって言いますと、この石はですねサンタフェ市内で切り出されたものを使ってるからなんですね。これはまだ終わっていない教会というふうに言われてまして、塔の左と右を見ていただけますか？これちょっと違いますよね。大聖堂って本当に左右対称じゃなきゃいけない建物なんですよ。だけどこれはまだ終わってないのでこのようになってます。この教会の中には1700年代に作られた小さなチャペルがありまして、そこにはアメリカで最古のマリア像、ここではマリア像っていう人いないんですね。ラ・コンキスタドーラ、征服者って言われているマリア様が祀られています。この町教会がたくさんあるんですけれども、そのうちの一つこのロレットチャペルになります。ロレットチャペルなんですが、建築されたのが実は先ほどのセントフランシスとさほど変わらないんですね。セントフランシス大聖堂を作られましたレミー司教が、この町には女子供を教育する機関がないではないかということで、当時できたばかりのロレット、修道院っていうのがミズーリ州にありまして、そこから修道女を招いて、そしてこの教会をその修道女のために作り上げたんですね。この螺旋階段、真ん中に支柱がないんですね。作られた当初はこの手すりもなかったんです。でこれは奇跡の螺旋階段と呼ばれてます。なぜかっていうと、それを作った人が誰かっていうのがわからないってことになってるんですね。なので皆さんご存知かと思いますが、キリスト様はお父様が大工さんでしたよね。セントジョセフ、キリストのお父様が現れて修道女たちのために作ってくださったっていうのがこの階段ということに言われてるんです。この教会から少し歩いていきますとサンミゲル教会っていう、これまた全然違う形の教会になります。アドビでできてるんですよ。ここはですねアナルコインディアンという古代インディアンが住んでた土地なんですが、スペイン人が1610年にここに入ってきた時にメキシコインディアンを自分たちの奴隷として連れて入ってきてるんですね。そのメキシコインディアンに建てさせた建物がこの教会なんです。でそのインディアンのためや、また周辺に住んでる人、またこの辺に住んでいたスペイン人のために作られたのがこの教会です。1610年に建てられまして、アメリカでは最古の教会というふうに言われています。この教会をですね、横にして見て歩いていきますと、次にキャニオンロードっていうところにたどり着きます。このキャニオンロード、どういうところかって言いますと、約2キロぐらいなんですが、1キロぐらいの間にギャラリーが100軒以上並んでます。もともとここはこのサンタフェに住んでる人たちの住宅地だったんですけれども、約100年前にニューヨークからアーティストの人たちが移り住んで、自分たちのギャラリー兼スタジオにしたのが始まりって言われてまして、ここはギャラリーがずらーっと並んでます。でサンタフェって実は街からちょっと外れると、1000年ほどぐらい前のインディアンが描いた岩絵が残ってる場所とかも結構あるんですよ。岩を登ってきますと、このように岩絵がたくさんあって、こんな岩絵あったかなって、私はもう何十回って言ってるんですけども、いつも行くたんびに新しい岩絵を発見できる、すごくワンダーランドのような楽しい場所です。サンタフェで有名なものっていくつかあるんですけども、食べ物でいうともう絶対チリです。これ赤い唐辛子なんですけども、すっごく辛くないんですよ辛いと思いでしょ。でもね、そんなに辛くはないものもあるんですね。でもサンタフェでやっぱり皆さんが好きなのは赤チリだけではなくてグリーンチリなんですね。ニューメキシコ州のオフィシャルな質問って何だと思います？それってRed or Greenなんですよ。だいたいニューメキシカンレストランに行って何か注文すると必ず聞かれます。 Would you like red or green? 赤にする？緑にする？って言われるんですよ。私たち地元民はクリスマスって言うんですよ。何クリスマスってと思うじゃないですか。赤と緑ってことなんですね。ミックスにしてくださいっていうのをこちらでクリスマスプリーズって言うんですよ。クリスマスってことは赤緑、私は赤と緑、必ずニューメキシカン食べるときはクリスマスにします。でサンタフェって1年を通していろんなイベントがあるんですけれども、これはですね、インディアンマーケットの時のインディアンの人たちのダンスです。サンタフェのインディアンマーケットって世界最大なんですね。インディアンの人たちがいろんな、全米から集まってブースを出したり、こういう踊りを踊ったり、あとファッションショーなんかもやるんですよ。すっごい面白いですよ。それが約1週間、インディアンウィークってありまして、月曜日から日曜日でマーケット自体があるのが土曜と日曜ですが、このようにもう人がダウンタウンの周りにうわーっといっぱい来ます。サンタフェで最大級のイベントです。